カラス。私のいたところにはよくハゲワシがいた最近列車での生活をちょっと忘れているような気がするここ列車よりずっと広いありがとう私の宝物の道具箱と同じくらい大切にする 私はソフィア、アディレ商業連盟の利益を守ってる。アップグレード完了。チェック完了。状態良好。ここまでアップグレードできたら。うん。ジャミラに報告する。練習して、強くなる。攻撃パターン変更完了。アディレ商業連盟の傭兵サービスをご利用いただき、ありがとうございます。 ちゃんと私のスピードについてきて。最近、列車での生活を、ちょっと忘れているような気がする。ここ、列車よりずっと広い。近づいてこないのは、私を警戒してるから。私は今日も、指揮官を守る。今まで通り、待ってた。遅いよ。これ、は。 もう寂しさには慣れた。独使として私たちは関係を深める必要がある。この行為はどんな意味があるのビジネス上の交際頻度を超えてると思う。ただの利害関係じゃないこんな感じも悪くない。空中庭園のマナーを踏まえて どう感謝を表せばいいのか。指揮官のこと、もっと知りたい。あなたは親切ね。ジャミラみたいに。私たちは、もっと、仲良くなれるありがとう。私の宝物の道具箱と同じくらい、大切にする。あなたと一緒にいると、心地がいい。 待ってた。お話ししないこの居心地を維持したい。同僚として言う。すぐに休憩が必要。労働時間を超えている。休憩して。指揮官。仕事、忙しそうだから、体が心配。指揮官。全身の筋肉、固まってる。寝か腕でマッサージしようか いらっしゃい。また会った。カラスの指揮官。今日の確認作業開始。調子いいから、作業効率が上がった気がする。まさか、帰ってくるなんて。長い間見なかった。もうやめたかと思った。あなたが帰ってこないから、ジャミラのところに帰ろうと思った。揺れ始めた。さっき、 外で何かあった急ブレーキよりも衝撃的な。これが、車酔いの気分それ、何してるのもう十分に遊んだ子供みたい。私だって怒る。指揮官が来る時間を表にした。そしたら安心した。任務、完了。ソフィア、要求に応じる。 分解する。廃棄処分。壊す、壊す、壊す。障害物、殲滅完了障害物を排除する。う、私、我慢。ごめん、ジャミラ。了解。ソフィア、要求に応じる。任務完了。指揮官、難点。